スです。お願いします。明けましておめでとうございます。はい、そしてな、僕たち仲良しなんですよね。よかったです。あのさ、はい、ちょっとさ、動物園でデートする練習したいから、うん、可愛い女の子役やってくれない？僕に女の子なんて務まらないよ。誰も反対してない。そういうこと、石型こといいですね。よし、動物園の前着いたと。お待たせ、瞬間移動で来たそうです。すごっ。あ、足がギリギリ遅れて瞬間移動や。帰り道は最寄り駅まで瞬間移動しちゃおうかな。自宅に帰った方がいいと思いますよ。それは私も今日楽しみすぎて、うん、ほら気合入れてきちゃった。気合入れてきたんだ。おっぱい、おっぱい気合入れすぎですよ。それはちょっとおっぱい気合入れすぎです。どういう服それ。服着ていいですか。中入ろう、中入ろうね。ガシャガシャガシャ、はい、よしよしよし。AI ロボットです。 AI ロボットいるんだね。おすすめの場所を教えます。 ありがとうございます。じゃあ、最初に行くべき場所はどこですか？好きなところ。喋れるだけすごいもんね。喋れるだけすごいもんね。じゃあ私、今年の干支見に行きたい。タツはいません、この世に。タツはいませんよ、この世には。あー見てほら、うん、キリンだ。かわいいね。こんなキリンって小さかったでしたっけ。シークシークシーク。すごい飼育員さん来たよ。このキリンは遺伝子組み換えです。遺伝子組み換え。首を短くしました。何がいいのそれの。それをじゃあ伸ばしますか。こうやって。やめてやめて。じゃあお前を伸ばしてやろうか。うぇー、ごめんなさい。 ありがとう、はい、そういうことの僕もおかしいと思うんですよ、うん、でも下のものが許さなくて。上のもんじゃないですか普通。上のもんが言います。そういうの見てほら、ゾウだ。あ、ゾウがいるね。ゾウすごい大きい。大きいね。私はこんなにちっぽけな存在なのに。元気出た。あ、よかった。よかった。ゾウかわいいな。ゾウかわいいね、うん。あのね、ゾウってね、その耳でかいのよ。で、耳でかい理由はね、その体温を調節するために耳がでかくなってるんだよね。ごめん、話めっちゃ聞いてた。ありがとう。ありがとう。めっちゃ詳しいね。うん。歩く図鑑みたいだな。あ、普通に言ってもらっていいですか。普通に。次のとこ見に行こう。はい、行こうね。うわぁ、歩く図鑑だ。歩く図鑑？え？知識を見せ合っている。すごい。国語。うちひしがれる。科学。ソーラーパネル。餌が知識？餌が知識、やばくない？ちょっと待って、うん、ウサギのレース始まる。ウサギのレース始まるんだ。あ、ちょっと待って、かわいい。え、なんかいる。あ、なんかいる。これなんだ？ここで何年働いてるんですか？スタッフの人？普通に起こして、はい、バイ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 。ウサギのレースだ。ウサギのレース始まるんだ。第一走者はウサギくん。あ、ウサギくん。第二走者はピョンちゃん。あ、ピョンちゃん、ウサギのレース。第三走者はボルトくん。ボルトくん？ウサギンボルトです。あ、日本語お上手ですね。メスそうもない。あ、謙遜が使えるようでよかった。位置についてよーいどっ。一人ダメになりました。あ、スタートした。すごいよ、頑張ってる。あ、ピョン君も速い。ピョン君も速い。ウサギンボルトもっと速い。すごいね、速いよ。ここで文章問題。文章問題。リンゴ3つと2つ合わせて何個。あ、どうだ。スポーツばっかやってるかわからん、ボルトは。ウサギは無視します。無視します。ピョンも無視します。無視します。ああ、ウサギがゴールします。ああ、耳がゴールしました。ピョンは心臓がゴールしました。ネズッチは謎かけが解けませんでした。判定に貼ります。判定は判定ゴリラです。うほうほ、ウサギくんかピョンちゃんか。判定は次回へ続く。おっきい本。難しいおとぎ話だったね。難しかったね。おとぎ話だったわ、うんうん、よかった。ほら、ミーアキャットのコーナーだ。ミーアキャットのコーナーがあった、うん。あ、ミーアキャットが？あ、10匹いますね、10匹。それを？え、ボーリングの球で？うわ、大丈夫？快感強っ。快感強っ。すごっ。快感強っ。え、じゃあこれ餌です。あ、ストライクでした。よっしゃ、よかった。はい、じゃあ、なんだ？餌やり、餌やり。餌やりのコーナーです。ゴリラにバナナをあげてください。あ、バナナね。はい、わかりました。これバナナですよ。ありがとうございます。すごい、日本のゴリラだね。すごいね。うわ、美味しそうに食べますね。美味しいです。あ、日本語喋るんですか？園長です。園長さん。ゴリラって呼ばれてまして、下の人からそんな風に。私もおかしいと思うんですよ、うん、でも下の者が許さなくて。さっきからどういう組織どういう組織なんですか？バブ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 。3歳ぐらいの子来ましたよ。平業でちゅ。平業です。下の者を上にするから。下の者を上にするからそうなんじゃないの。どう、こんなデート最高。最高。どうもありがとうございました。